はい、どうも、こやつ県議トラキチです。藤浪投手がですね、記事読んでいきますと、今日登板したんですけどね、今キャンプの集大成だった、3回から登板すると先頭の、藤谷には左前、さらに熊谷には、ストレートの指揮を許し、監修も固唾を飲んで見守る中、続く木浪への内角球が暴投に、この間に無視2、3塁となった。その後一死となるが、北条が、カットボールを捉え右、ライト前へ、ね、2点タイムリーを放った。それでも最後はヨーカーを、463のダブルプレーになんとか踏ん張った。注目の2イニング目も、板山にストレートのフォアボールを許す。その後味方のエラーもあり2死3塁となると、今度は藤谷にタイムリーを許した。2回3失点、今季ラストゲームを無失点締めとはならなかったが、この日は抜け球なし、抜け球なしにね、まず復活の鍵握るんかなと思うし、これはね、きっかけに頑張っていってほしいなと思いますし、来シーズンね、期待したいなと思いますし、あの山本昌投手の教えね、いや昌塾が間違ってなかったんやなというふうに思いますよね。抜け球がないだけでもね、全然ちゃうし、全然ちゃいますよね。ほんまに抜け球がねあるかないかでほんま変わってくるから、ストレートのフォアボールとかあったけど、もともとねコントロールそんないいピッチャーじゃないのも分かってるから、みんな多分分かってると思うんで、ぜひね来シーズン、1軍でね大活躍してほしいなというふうに思います。それとね、北条選手、藤浪選手からタイムリー放ちましたけど、まあこの2人といえばね同級生で、高校時代からね、甲子園春夏連続で決勝で戦った相手でもありますし、ドラフトね1位藤浪投手、ドラフト2位がね北条選手ってことで、こういう縁もあってね、まあ今回は北条選手がタイムリー放ちましたけど、まあそのドラフト1位の維持というか、そういうのを見たいなというふうに思いますし、来シーズンね復活してほしいなと思うし、北条選手も頑張ってほしいなと思うし、ショートのねレギュラー争いが激化してますけど、高いレベルでね争うんやったらありやと思うんでね、まあ今日結構阪神エラー5個やったかな、結構エラーしてしまってるらしいんですけど、来年はねエラー数も減ったりとか、高いレベルでね、争ってほしいなというふうに思います。まあそんな感じでね、今回の動画は以上で終わってます。ありがとうございました。